今日も元気にメトロやってくよ。前回、じいさんと奥さんと車両基地から脱出することになったよ。そしたら、敵に見つかって戦闘になったよ。一定、あと一発もらってたら死んでいた。敵の当車両バグってるって。右ってこそこそ。なんて男らしくない。最後に立ってた方が勝ちなんだよ。卑怯もクソもないよ。これで全部片付けたかな？そしたら、アイテム回収して列車の回転盤を回すよ。敵の総攻撃だ。あーん、死んだ。リベンジするよ。回復も卵も持ちきれないほどあるから、結構積極的に打って出ようと思うよ。はい。1キルしかしてないけどクリアしちゃった。奥さんがみんな倒してくれたみたい。積極的に打って出るんじゃなかった？打って出たんだけど当たんないんだもん。死ぬかと思った。大丈夫？おい！プラットフォームに手動で動かすレバーがある。マルチョ。ここの奥さんスライディングして撃つのめちゃくちゃかっこいい。まあ私は物陰に隠れながら戦うんだけどね。ダッサ。どこにいるかわからん。地下壁みたいなのに撃ちまくるよ。え、やったの？奥さんが有能すぎる。結婚してください。撃ち殺されてしまえ。二人で一緒にやりましょう。シールドが破損してるかもしれない。やったやった。本部、運転手とその仲間2人を確保しました。どうぞ。本部了解。どうぞ。よし、この二人は射殺して、運転手は。おいおい、二人を射殺？一兵士が口出しをするな。待ってくれ。ここは大佐に判断を委ねよう。大佐、こちらの状況を報告します。アンナ父さん、みんな、私たちを助けて。どういうことだ、アンちゃん。お前らなんでここにいるんだ。なんてサプライズだ。大佐、これは軍法会議ものですよ。分かってますか。おい、全員黙れ。信じられない。こんなことが。クソ。これが真実なの？あいつらと共謀しているの？黙ってろ。やろう。あるじゃん。どうやってここに来た？ああ、もうどうでもいい。お前がどこに首を突っ込んだか想像もつかないだろうな。もう打つ手がない。ハンザがおとなしくしているわけがない。その通りだ。感謝が。いいえ、黙ってられないわ。この妨害装置は何なの？モスクワ以外にも生存者がいることを隠す理由は？あの谷底には人々がいる。この町の殺された。全員倒れ。女も子供も。後で話す。全ては。おい、外の様子はどうだ？線路は？問題ありません。少なくともあと100キロほどは。近くに安全に停止できる場所はあるか？ありますとも。ただ急いだ方がいい。警備車両を呼んでるはずだ。よし、みんな。アルチョムとアンナがとんでもないことをやらかした。彼らはモスクワに戻れなくなった。戦時立法では彼らは死刑。いずれにせよ、ほとぼりが冷めるまで町の外に出さないとなら。だが他の者は残れ。わかるな。部下を危険にさらすわけにはいかない。そういう妨害装置のことは誤解があるよ。俺は何があっても二人のために戦う。そうだ。アルトムもアンナも誰も見捨てない。我々に。
かったよスパルタン、こいつらを投げ捨てて全速力で発進だ。外の空気を吸いに行きましょう。みんなが助けてくれて本当によかった。命令だからじゃなく、みんなの意思でそうしてくれた。戦争で全て焼け野原になったと信じたまま、20年もの間メトロで過ごしてきた。でも奴らがあの妨害装置でモスクワを囲っていたなんて思いもよらなかった。あなたが必死になって地上を探索していたのに、父さんはずっと嘘をついてた。騙していたのよ、私もみんなも。一体何？やばい、追いつかれた。今すぐエンジンを止め、両手を上げて外に出ろ。気分だ。俺がお前が望んでいたことか。誰のせいじゃないわ。全て確認。俺が警告だ。今すぐエンジンを止めろ。くそ、かすり傷だ。止めるぞ。ブレーキがちゃんと効いてくれればな。イエルマ、速度を落とせ。降伏したと思わせるな。置かれている状況を理解したようだな。そのまま速度を落として止まれ。グレネードを投げても塗装が剥がれる程度しか。じゃあ爆発物が足りません。あるもの全てを奴らの過失に投げ入れることができれば。あるいは大佐、俺にやらせてください。わかった、立候補者を募ろう。アルトン、お前がいて。なぜ彼の。こいつが全ての元凶だ。代償を払ってもらおう。アルトン、減速したらすぐに取り移る。私が気を引いておく。プラスチックマンだ。ここに応じて援護してやる。諦めろミラー、逃げ場はない。お前はここを知らないだろう。俺たちは知ってる。こんなに遠くに行くつもりはない。街の外の喧騒から離れた場所に行きたいだけだ。敵の列車を爆破することになったよ。今回はここまで。